もう一宮駅でパッとご飯を食べて、次が来ましたけどね、玉の井駅。いやー結構混んでるね、やっぱね7時台のね一番ね混む時間帯、まあ言うて仕事納めの人も結構いるみたいでね、こんな感じでバーッと車で向かいのもね来てるよっていう感じですね。学生さんとかもわー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 、結構今日で仕事納めですねって感じのサラリーマンの方とかも多くて、いやー混んでたな。なんですけどね、いやーそう出てきてしまった。狭いホームなんでね、この中に沿って出てこないとね、ちょっと危ないですからね。ってことで出てきたはいいですけど、やっとこの玉の井が行きましたけどね、こっからが問題なんですよ。これで19時1分にまた折り返して出てくるんですけど、もうあと5分ぐらいで出てきちゃうんですよね。で、問題はこっから、なんか夜勤とか行っとったのは大変なんですけど、夜勤でこのまま行ったし、もういいでしょと。ね、それ僕改ざんしてデータ取っときます。でこのまま行きましたからね、まあたかも今回今日ねこっから行ったみたいにしました。もんだくん東名古屋港なんですよ。でね、一応ね今からすっげえ頑張ったら大江がね8時まで着けそうなんですよね。とりあえず行ってみて、もう電車は出てないんで5時台で終わっちゃいますんでね、歩いていくか。本当に一回落としてほしいでしょ。ああ東名古屋港の今から東名古屋港マジか。あ、ちなみに玉の井はねこの奥に三振がスーパー三振があるけど、まあそんなもんですね。トイレだけ借りて帰ろう。何しに来たんだ俺。ダメだよ、のんきにトイレしてる場合じゃないよ。ターミナルしてねえじゃんね。はい。で、これでね、ターミナルもう暗くて分かんねえよ。ね。ああ。ほんと何しに来たんだ。でしかもなんか雪もちらついてますしね。で、そのまま帰るんですよ。何しに来たんだろうね、ほんとに。一宮行き、普通列車です。発車までお待ちください。運転手さんになってたんですね。反対側だとこんな感じなんですね。なんかあの
パー号泣でしたっけ。でこんな木目調のデザインですよね。あの新幹線速度とかわいとった、今岡山の辺りとかで走ってるやつね。東横エクスプレス銀座になったような、ね、そんなような。でちょうどシートの階級もねあっていい感じですね。以上ですね。でこっから大江か、遠いな。まあ名鉄一宮から特急でねストーンと行けばまあ行けることはないみたいなんで行ってみようと思います。発車までお待ちください。え、昼間だったらねちょっと歩いてみたいとかもね考えたんですけど、奥町とかやっぱりね歩いても面白いのは面白いですけどね、まあ、住宅街ばっかしてね、と美細の方のメインはね大通りがあるんで、そっちまで出るとねすごい大間になっちゃうし、まあ駅前でちょっと歩いてたら解明ぐらいですもんね。もう一度とりあえず市村まで行って見るチケット使うか、どうしようかな、まあ、とりあえず次は大江です。大江というか東名古屋公園ね、かー新東名古屋公園ってどうするんだろう。なんかちょっと岐阜の方雪ちらついてましたしね、やべえな、帰り大丈夫かな。もうすぐ走るからね。ご案内いたします、一度見上げ普通列車です。発車までお待ちください。お待ちいたしました。絶対発車されます。ドアを閉めます、ご注意ください。